前田香織の本の道への道。皆さんこんにちは。テレビアニメ本の道実編者なしこ役の前田香織です。はい、そしてこちらね、先日は本の道杯ありがとうございました。早速皆さん、本の道杯を見たご覧の皆さんはどんな反応されているんでしょうか。まあ実はね、お気づきの通り、ちょっと時空の歪みの影響でまだね、ちょっとポンの道杯の直前に今こっちのね、収録分を撮ってるんですけども、いやーちょっとドキドキですね。なんか急に告知動画で私がダンベル持ってたりとか、なんか本当に麻雀関係ねえじゃんみたいな体当たりな企画をですね、いきなりなんか温泉スタジオ入ったら急にやらされて、なんかしかもなんか全然時間なくて、なんかまとめて全部やったんですよ。あ、すごいな、こんな手早くクイックリーに体当たり企画やることあるんだって思いながらね、ダンベルを持って1、2みたいなやってましたけどね。はい、いやね、ぜひちょっと私も奮闘してるといいなと思います。はい、そして改めまして、現在放送中のテレビアニメポンの道を盛り上げていく番組、今週も開局しました。はい、まあね、最近のポンの道事情についてお話ししていきたいんですけれども、アニメポンの道ですが、年末ね、ポンの道がバズってましたね。まあなんといってもそうです、仲良しさん史上初の麻雀セットが付録に登場で、もう大バズり、ドッカンドッカンですよ。もうすごいね。私もなんか最初にさ、見た時にさ、仲良しで麻雀セットみたいな、すげえ時代が到来しちゃったよみたいな。いやでもめちゃくちゃ画期的ですよね。だってもうカード型麻雀セットだし、まあ、それこそね、もう今から麻雀覚えますっていうね、子供たちも遊べちゃうし、まあなんだったらもう学校とかでね、持ってってみんなで休み時間にやってるっていう可能性が、いやありますからね、本当に仲良しとかさすごい、あ、ゲストの子が爆笑して、あ、サイレントでめっちゃ笑ってくれてるね、そうなんですよ。いやあれはね、嬉しかったですね、本当に。いやそこをね、やっぱポンの道がまず担っているっていうところが嬉しいです。うん、麻雀の楽しさもね、そしてポンの道の楽しさも引き続き盛り上げていきたいなと思います。そしてテレビアニメも第2話まで放送されました。ついにオンエアされました。いやーもう本当に、まあね、こちらに関してはまあ第3話くらいまでちょっとね、和歌山しおんちゃんと一緒にゆっくり振り返っていきたいんですけれども、まあ、まず第2話の方で言うとですね、まあ第2話ではかつて雀荘を訪れたことがあるリーチェが登場ということで、まあ4人揃ったということでね、4人のメンツが揃いました。はい、まあもうなしこはなぜかいきなりイカ様のツバメ返しに挑戦したすっていう、早いよなしこみたいな、なしこのやっぱ天才型だと思うんだよな。1話でもよしなしこ覚えたっつって、ポムって言って、いやみたいな、なんかそのやっぱ行動力がいいよね。なんかこうまずマージャンやってみようみたいなところがすごいいいなって思うしね。えもうまずはなんといってもいいなって思うのが、もうリーチェのね、場をこういい意味でかき乱していく感じが本当にいいですね。まあ、やっぱりそのパイとか、まあ、泉とかはやっぱ一面なねチームだと思うんですけれども、安定感があって、まあ、そこにリーチェというなんかこう、なんだこのお嬢様はみたいなね、なんか尾道的にもきっとあの土地ではこう珍しいタイプのきっとお嬢様なんだろうなっていうのもね、最初こう分かるっていうのがいいですよね。はい、みたいなお話でございました。皆さんね、応援や応援していただいてありがとうございます。はい、まあね、そのアニメのお話も本編でね、いっぱいやっていこうと思いますよ。そして今回はゲストについに徳富泉役の和歌山しおんちゃんが登場しますね。え、じゃあ早速ね、行っていきましょう。前田香織のポンの道への道、開局。前田香織のポンの道への道。それでは本日のゲストをご紹介しましょう。はい、徳富泉役の和歌山しおんです。よろしくお願いします。わー、しおんちゃん、やっとこの場に訪れられたのでとっても嬉しいです。いや、ようやく来てくれました。お邪魔いたします。いや嬉しいよ、もうねついにね、ようやくね、こうなんかオンエアが近づいてきて、オンエアがねされてから、だんだんこうレギュラーメンバーがね来てくれるようになって、こうなんかようやくね、なんかあ、そっか、これは麻雀ラジオだけではなくてあのアニメラジオだったなっていう。そうなんだよね。私もラジオ始まった時にびっくら
個いたもん。そうだよね、ずっと麻雀してると思って。でしょ、そう、ずっと麻雀してんのよ。これはポンの道ではないのかみたいな、ね、でもそれがすごく良かった。いいよね、それも良かった。そうだって、ポンの道ラジオはもう麻雀界の雀荘をこう目指してるくらいあるんで。そうそうなんだ。そう、もうなんか公開で麻雀打ちたい人どうぞみたいな。あー、じゃあラジオにしていきたいなって。あ、じゃあエンドレスで続いていくってことだ ね。あ、確かにそうだね。確かにもうもはや実家だね。もはや実家そうだね、ここ実家としよう。実家としよう、ここはーい、みたいな話でございましてね。それこそね、あのこの間昨日会ってたもんね。そうなの、昨日多分1日経ってないですね、半日ぐらいで今日出会ってますね。まあ、実はね、あの昨日ですね、あのポンの道メンバーレギュラーキャストのみんなで予定合わせてね、ついにもんじゃを行きまして、もんじゃに行ってきまして。行ってきたよ。いや、楽しくてね、本当に時間がね、ね、足りなかったですね。なんか本当にポンの道キャストみんな仲いいんだけど、なんか久々に会ったんだけど揃って、もうなんかもう話が止まんなくて、気がついたらなんかめっちゃ食べて、めっちゃ喋って、めっちゃ早く終わったみたいな。そうなんですよ、結果的に時間は3時間半ぐらい、うん、結構ね、3時間ちょいぐらいいたんですけど、うん、一瞬でしたね。ね、本当にでね、日々さんのね、ご結婚おめでとうございますみたいなお祝いとかもおめでとうございますっていうしたりとか、はい、そうそうそうしたりとか、いろんなみんなでお土産交換会をしたりとか、ね、お土産ありがとう、ね、いやいやいや、もうそれはじゃあちょっと後ほど、ね、何のお土産かはちょっと後ほど触れるとしまして、うん、はい、お話ししていきましょう。はい、ね、ということで、まあ、今日はね、麻雀は打たずに2人でおしゃべりしていきたいと思います。そうでございます。ね、しかももうついにオンエアもされまして、ようやくね、もう一緒にもう今日いっぱい話せるから、そう、はい、話していきましょう。もうね、何話しても大体大丈夫でしょっていうね。そうです、そうですね。もうだってスタッフさんもみんな言ってるから、ポンの道ラジオっていうのはもうネタバレとか全然ないからみたいな何でも言っていいからみたいなもうあるようでないもんみたいなそう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 、そうなんです。ね、じゃあ改めてちょっと徳富泉ちゃんがどんなキャラクターなのか教えてください。はい、泉ちゃんはですね、ナシコとパイの共通の友人の女子高生ですね、うん、だからいつも多分ナシコちゃん、パイちゃん、うん、そして泉の3人でいる一面なんだろうと思いまして、うん、性格はね、結構こう、うん、ま、大雑把ではないかな、うん、さっぱりしていて、うん、いろいろ面倒を見てくれたりするので、うんうん、しっかり者なんですけど、若干ずれてるところもあるっていう、可愛らしい一面もあるこうですね、見た目もちょっとボーイッシュなんですけど。そうだね、でもね、なんか女の子らしさもなんか絶妙にある子なんですよね。そう、でもなんかそれはやっぱしおんちゃんのなんかお芝居感ですごく絶妙なバランスだなってずっと思ってて、すごいなって。なんかそう、なんか一見ボーイッシュなキャラデザなんだけども、なんかすごく気立てが良くて、なんか実は一番なんか周り見てて突っ込んだりする苦労人みたいなそうなんですよ。そう、本当あの2話までご覧いただいたら、うん、まあ4人集まったわけなんですけど、うん、4人の中で多分一番常識人だと思います。そうだよね。そう、でもなんか周りがみんなどんどんおかしくそうで、なんとか場をまとめようっていう、うん、ね、人ですよ、感じだから。本当にそうなんだよね。あとなんか真の乙女はやっぱ意外と跳ねると泉じゃないかと。私もそう思います。え、だよね、だよね。そうなんです、本当、ね、本当、ね、ちょっと跳ねるちゃんのことはね、みんなうん、はてそうなのかみたいな感じだと思うんですけど、うん、いやそうなんだよ。泉はね、本当にそう、泉はなんていうのかな、うん、でもなんか周りになんか振り回されてって一緒になんかおかしくなっていく感じとかがなんか面白いだよね、うん、そう、早くその話数見てほしいんだけども。そう、すごい楽しみなんですけど、そうそうそう、まああの麻雀の腕前はですね、親戚の集まりで麻雀を、まあ、大抵のことは覚えているので、うん、なしこちゃんとパイちゃんに比べるとやったことあるよっていう経験者という立ち位置ですね。そうだね、なんか私はもう分かるよみたいな感じでね、最初まあチラッとだけどみたいなこと言ってね、はい、うん、教えてくれた、うん、お姉さん的存在なのかなと思います。そうですね、はい、そのお話でございます。はい、ありがとうございます。そして先日尾道で行われた尾道映画祭2024に、はい、しおんちゃん参加されたもんね。やっと尾道にお伺いできて本当に嬉しかったですね。え、そうだね、初めて行くもんね。初めて行ったんだけど、うん、まあ、正直すごく滞在時間が短くて、うん、あ、そうだったんだ。何も回れなかったんだけど1日とか泊まりはした？泊まってはない？泊まってなくて。あ、そうなんだ、ちょっと前日も次の日も
ちょっとダメだったから、あ泊まれなくて、そっか来て、うん、で尾道の駅に着いて、あ尾道駅だって思ったら斜め前ぐらいの建物が、うん、もう会場だったの。あそんな早い、そう斜め前の建物が会場で、そんなあこちらへどうぞって、あーあーあーって言って入っていって、でまあイベントやらせていただいて、うんうん、帰りはもうちょっと尾道駅だとあれなんでちょっと違う駅までタクシーで送ってもらうっていう、そうだよね、ことをしたので、ね、そっかそっか、本当にすごく滞在時間が短く、うん、すごくもう一度行きたいという気持ちが強いです。いそうだよね、多分堪能なんか食べたとか聞こうかなって思ったけど、多分そんな余裕すらなかったんだろうなって伝わってくる。でもね、うん、楽屋に、うん、あの尾道焼きを、はいはいはい、あの置いて買ってきて置いてくださっていて、差し入れとして、うんうんうん、それがめちゃくちゃ美味しかったです。わいいな尾道焼き、めっちゃ美味しくて、私あの砂肝が好物なんですけど、うんうんうん、あのお好み焼きにね、あの広島風って言うと怒られるから、あのお好み焼きって言うけど、お好み焼きにね、うん、その砂肝が入ってるのが尾道焼きらしいんですよ。砂肝私も大好き。本当焼き鳥で一番好き。わかる、ね、そこですごい思っちゃう。 酒飲みの会話そうなのよ。あれ塩上お酒って飲むっけ。そんなに飲まない。あそう、私はノンアルコールビールを飲みまくるから。でもやっぱ砂肝好きなんだね。いや砂肝いよね。砂肝も誰もが好きよ。本当に美味しい。砂肝も好きだし、えひれも好きだしっていう。あ本当に、なのに酒飲まない、おかしいだ。そうおかしいバグってるんですよね好みがね。いやまあそんな感じで、食べ物は結構いろいろ置いてくださってて、商店街の あのパンですとかいいね、置いてくださってて、うんうん、もう食べ物はめっちゃ堪能できたんですけど、うんうん、尾道ラーメンだけ食べれなかったので。そっかそっか、はい、なんとかねこの生麺が入ったセットは買ってきたんですけど、やっぱその場で食べたいということで、うん、またお伺いできればと思っております。いや本当にそうなのよ。もうなんかポンの道をね、やっぱ広島のそれこそ尾道の皆さんすごく応援してくださっているので。いや本当に嬉しいです、ね、なのでね、しっかり貢献できるようにやっていきましょう。はい頑張ります。ねまたね行けたらいいよね。そう行きたい行きたい。また私ポンの道行きたいよ。行きたい行きたいな行きたいな行きたいな。呼んでくんねえかなマジで。いやそう、まあ、映画祭だよね。アニメ1話から3話を、うん、3話だけかな、じゃあ先行は、うんうん、はい、そっか1話から3話を上映させていただきまして、うん、その後にトークショーしたんですけど、うん、熱量がやっぱすごい直に感じられて、うん、めちゃくちゃ楽しくて、うわいいな、はしゃぎ倒しましたね。マジで本当嬉しい。あれもね、3話はまあ料理会というか、はい、まあ初めてかな、料理会ががっつり出てくるのって。そうですね、料理してみようは初めてな気がします。そうだよね、地味に2話からちょっとつながってるところがあって、うんうんうん、みたいな感じで3話につながっていくんですけど、うん、はいね、あのお刺身とカレーの組み合わせをなしこがそうなの、本当に考案するという、それをねぜひみんなでありかなしかっていうのを3話でいろんな意見を聞きたいっすから、うん、そうですね、それ送ってくださいぜひぜひぜひお願いします。よろしくお願いします。お願いします。私は多分やっちゃうなあでも、うん、佐伯さんも やるはだった、うん、やったったです。やるよね。私はなし派です。あなし派ですか。ごめんなさい、一人によって全然そうなんです、一人によってね。ね、なんかそれこそリスナーのみんなにも聞いてみたいし、ね、そう、そしてねこちらでお便りが考えておりまして、うわ嬉しい、普通おただ、なになになに、なんで、いや今まであれだからさ麻雀ばっかやってたからさ、お便り読む隙が全然なくて。そうかそうか、でもこの前あの佐伯さんがいらっしゃった時も、うん、お便りだってそうそうおっしゃっててすごいなんか、うん、お便りというものの珍しさみたいな、読める環境のレアさみたいなのをすごい感じました。お便りへのなんかレアリティと感謝がなんかやっぱこのラジオは重みが違うねリーチしないと、リーチしないと読めなかったからさ。そうか、そう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 、そうだったわ、そうだなんちゅうハードルの高さねえ、すげーと思って、ねえ、まああのね、早速ちょっと読ませていただきますよ、重みを持って。はい、まるさんからいただきました、ありがとうございます。え、前田さん、そしてゲストの和歌山さん、こんにちは。こんにちは。ポンの道毎週楽しみにしてます。尾道の綺麗な景色とキャラのわちゃわちゃ感が見ていてとっても楽しいです。
1話での泉ちゃんの抱きしめてやるは全私が恋に落ちました。何度もリピートして聞いてます。これからもどんなセリフが飛び出すのかとっても楽しみです、というお便りですね。嬉しいですね、え、抱きしめてやろうか、抱きしめてやるよって、ね、あれはちょっとなんか急なお姉さん味を感じたよね。なんかね、でもちょっとあそこの中にはやっぱおかしくなってしまったなしこは哀れんでいるという、若干当たりの強さもありつつの優しさ、まあ、確かにちょっとね、ある種の仲良さゆえのからかいもあるっていう、 そのね、なんか関係性が見えたところでもあって、うんうん、ねえ、はい、いいよね。そうなんだよね、泉ちゃんは結構こうなんだろうな、合間に挟む言葉とかがすごい日常によく出てくる言葉をこういろいろ喋る子なので、うん、それがなんか会話感を壊さずに日常感が出たらいいなって思いながらやらせていただいてたので、それが届いてすごく嬉しいです。いや、もう届いてますよ、めっちゃ嬉しいです。それこそしおんちゃんのね、なんていうのかな、あ、こういう子いるよ、まあ、みんなそうなんだけど、もう等身大にこういう子いるよねみたいな。はい、でもなんかアフレコの時にそのなんか泉ちゃんを聞いた時に、なんていうのかな、なんか初めて会うはずなのに、もう今ね、前田香織としてその聞いてた時ね、初めてその泉ちゃんを見た時に、なんかあれ幼馴染だったっけみたいな感覚になんかなるんですよね。なんか嬉しい、なんか存在しない記憶がいっぱい、なんかあの時一緒に尾道でラーメン食べたなみたいな存在しない記憶なんかアフレンばかりの存在しない記憶みたいな、なんか聞いたみたいないや、そうそうそう、嬉しいです。それはもうなんかね、やっぱり既視感のある会話の感じ、うんうん、かな、なんかみんながこうみんなのボキャブラリーにある言葉がいっぱい飛び出すので、うんうん、そこにね、ちょっと嘘くさが乗っちゃうと、なんか違うなって思われちゃうのかなっていう、素晴らしい、まあ一種のビビりからいろいろ考えちゃいました。いや、ちゃんと届いてますよ、ありがとうございます。嬉しいですね。ということでね、まるさんね、しっかりね、これからもオンエア見てね。続きまして、獣たらしの方眼使い祭からいただきました、はい、獣たらしの方眼使い、なんだ気になる気になるな、気になるな、前田さん、そしてゲストのしおんちゃん、こんにちは。こんにち は, こんにちは。以前のラジオにて、最近よりちゃんが、しおんちゃんのお芝居が壺に入ってブースを出たとお話をされてましたがあー、そうそうそう、そのお芝居というのは1話のあの怒涛のパロディネタでしょうか、はい、すごく気になっているので、もしすでに放送されているのであれば教えていただきたいです。お体に気をつけてお仕事頑張ってくださいっていう、ありがとうございます。獣たらしの方眼使いさんも、うん、健康に気をつけてお過ごしください、ね、いや、あのですね、放送されてません。まだこれからなんだよ。まだです。実はね、もうなんかあれはね、なんだろうな、掛け合いだからこそ生まれた芝居感でもあるし、そうなんですね、私たちもおかしくなってたよね。もうあれはあの、まあ、みんながおかしい回なんですけど、おかしいんだけどね、あの中の人もみんなおかしくなっててうんうん、うん、目バッキバキでしたよね。目バッキバキで見に合ってた。目バッキバキだった。本当に なんかね、まあちょっとなんか、まあ、後半の方に出てくる、まあ、ヒントで言うと、まあなんか長時間麻雀をね、こう本当にやる回なんですよそうなんですよ。長時間もうびっくりするくらい、なんか業界人かなっていうぐらい、そうそうそう、あの長時間マージャンをやるんですけど、そうそうそうなんです。そうそう、この子たち、まあ、学生さ、すげえなってぐらい、あの本当にね、もうマージャンを全力で楽しみすぎるあまり、まあ、だからもうそれこそね、ちょっとあの上の方々のお兄様お姉様の代からすると、あー、なんかこういう時あったなみたいな、そう、気持ちになんかこうなるんじゃないかなって思うんですけども、はい、そう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 、あれはね本当にね、多分あの分かんない、自分でね、うん、面白いよっていうのもちょっと恥ずかしいんであれですけど、ここまでヒント出したらおそらく今後、うんうん、この回でしょっていうのがしっかりくると思います。そうね、なんかこう、まあ、エナジーをね、こう注入している時に、はい、ね、そうそう、エナジーをね注入してる時に、注入してしまった時に目バッキバキになって、バキバキになるからみたいな、皆さん見といてください、はい、そんな感じです。はいね、ということで、ぜひね、もうそのシーンが来たら皆さんも、はい、ハッシュタグポンの水でぜひともここだーって、ここだって面白いって言っといてください、ね、ぜひお願いします、ぜひお願いしま す。はい、そして、ありがとうございます。続きましてカホさんからいただきました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。前田さん、和歌山さん、こんにちは。こんにちは。
先日尾道映画祭のポンの道ステージに参加させていただきました。おおお、あ、参加された人だ、ありがとうございます。しかも18歳なのね。18なんてことだ、ありがとうございます。18、そんな朝早くから 18? ねえ、最前列でお二人のトークを聞くことができてとても幸せでした。あー嬉しいっす。あの音響とあの大画面で素晴らしい作画や心が浄化される劇場などを感じることができて圧倒されっぱなしでした。麻雀経験ゼロの私ですが興味深いお話をたくさん聞けることができたのでアニメリアタイしながら勉強していこうと思います。これからのポンの道も楽しみです、という。ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。嬉しいね。結構ね、あの、うんうん、映画祭は、うん、あの尾道の方もいらっしゃったし、うんうん、広島から来てくださった方、うんうん、ま、ちょっと尾道って広島駅っていうところからちょっと遠いんですけど、うんうん、そう、広島から来てくださった方もいらっしゃって、で東京から来てくださった方もいらっしゃってっていう、そうだよね、すごいいろんなところから来てくださったので、すごいな、はい、この方福岡から来てますよ。そう、福岡県から来てる、新幹線、多分車かな、車だねこれは。あ、ブーブー、そうそうそう、あのね本当に朝からずっと来てくれててありがとうって気持ちなんですけれども。嬉しいです、ありがとうございます。そうそうそう、ぜひ一緒に麻雀してこうね、していきましょう、一緒に麻雀してこうね。いや本当にご家族の方にね車で送ってもらったようなんだけれども私めちゃめちゃそれ聞き逃してたんすね。あー全然、あのねここにあれなのよ、もともと、あ、あ、よかった、あ、そう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 、もう読解力が死んだかと思いました今大丈夫だよ、よかった。そうね、でも麻雀経験だってカホさん言ってるけど大丈夫です、だって仲良しの麻雀フロックセットってのが出てるぐらいなんだもん。そうだよ、全然いいんだよ、そうだよ、いいんです、いいんです、全然今からでも遅くないし、そうですそうです、浸透し始めてるから、うん、麻雀はね。でも学校に麻雀セット持っていく話はさっきすごい、ね、オープニングのところでそうそうそう、めちゃめちゃ面白かったです。あ、嬉しい、そのそういう時代かっていうのを感じましたね、やっぱり嬉しい。なんかね、それこそなんか どういう感じでみんなね、なんかキッズたちは見てんだろうなみたいな。でも嬉しいよね、18の子がさ、なんかこうやって見てくれてさ、なんかこう尾道のこともさ好きになってくれて嬉しいです ね本当に。なんか本の道という作品を通していろんなものにつながっていくところが、いや本当になんかすごい、なんだろう、すごい幸福感がありますね。幸福感あるよ ね、 そうですね。え、映画祭 の、 その来てた お客さんは結構年齢層はどうな感じだった、はい、いろんな人がいた、結構ねバラバラ、あのバラバラで本当にその男女比も、うん、ま、どうかな、男女比も結構半々くらい、まあ、ちょい男性多いくらいで、すごい、こんなにいろんな方に見ていただけてるんだっていうのと、あら嬉しいね、すごい嬉しかったですし、結構ね、あの声出し OK だったので、うんうんうん、反応が、うん、あの返ってきて、え、その3話を見た上で反応してくれんだ、カレーと刺身ありかなしかみたいなのを実際に聞いてみたりとか、さっきあの言ったみたいに、あのどこから来ましたかとか、いろいろ他にも実際に一人一人に声出してもらって、うんうん、あ、うん、そう、これ3話のネタバレだけど、うん、アイスをね、あ、なんて呼ぶか問題、あ、あれですね、あれですを、みんなになんとかってそれぞれの呼び名を言っていただいて拾うみたいな。拾えた？拾いました本当に拾いました、さすが声優、耳がいい、いや、じゃあの比較的まばらに、まばらに、ちょっと恥ずかしいなって方もいらっしゃると思うんでまばらにあの言ってくださったんで聞き取りました。 あのねあの呼び方ね、はい、大体みんな食べたことがある、まあ、特にもうね、あの子供の頃とかに食べるあれを何と呼ぶかっていうところですよね。それをあの、うんうんうん、実際に聞いたりなんかして本当に会場一体になって、うんうん、素晴らしい、ポンの道を楽しんだっていう感じがありましたね。でもそうなんだよね、なんかポンの道っていろんななんか地域の方にも刺さるところがあるのかなって本当思いますのでね、はい、これからもぜひぜひ応援よろしくお願いします。お願いいたします。はい、ということで皆さんメッセージありがとうございました。ありがとうございます。前田香織の本の道への道、はい、さて今回は改めて、徳富泉役の若山しおんちゃんをお迎えしてお届け中です。お世話になります。はい、ということでね、まあ私はですね最近麻雀を勉強中ということで、はい、もうポンの道でもねもう猛特訓を、うん、ハイレベル勉強中ですよね、うん、本当にスパルタだよね、本当
なんかね実践で学べ感がすごいすごい。もう私もそこに食らいついていく香織ちゃんの凄さ。いやもうありがとうございます。とんでもないです。嬉しいです。大尊敬。いやこちらこそ。しおんちゃんはどうですか麻雀とかは、はい、ちなみに麻雀自体は初心者やったことはあんまないんだっけ。なんかねポンの道で、うん、やっぱりゲームを始めて、うん、なんかこうこの時はこれを捨てた方がいいとか、うんうん、これ残しといた方がいいとかそういうのをちょっとずつ学び始めている感じです、うんうん、今。いいですねいいですね、はい、そうだよね。ねジャンタマねキャスト陣でもみんな入れてますからそう、ね、みんなあの収録後に集まってあそうそうそうジャンタマジャンタマ始めようぜって言ってそうやりましたね。ねやってたけども、うん、そっかそっか。じゃああれかあの実際にハイとか触ったこととかはまあないんだもんね。そうなんです。ハイは実は触ったことがなくて。なるほどなるほど。でもね憧れはやっぱりありますよね、うん、この動画とかで、うんまあ、実際にね麻雀されて、まあ、イカサマしてるとか、うん、ねありますもんね。拝見したりするとすごいこうスムーズにまろやかに動かしていくじゃないですかなんでそこのイカサマ動画を先に見てるんだいやまあまあまあ見たくなっちゃうじゃん。見たくなっちゃうよね。そうって思うとすごいなんかこうハイ自体がなんか触り心地良さそうで、うん、あなるほどなるほど思っちゃうし。なるほどなるほど。そうって思っちゃってまあじゃあそんなしおんちゃんにも今回はぴったりの企画がありましてですね。ほう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 。なんと今回麻雀ハイを本物をスタジオにご用意しております。ありがとうございます。じゃじゃん。本当にありがとうございま す, これすちょっと証拠で ね音鳴らしますけどこれです。これが麻雀の音やで。いやついに番組史上初ハイがハイが来ました。ハイがね。そうなんです。嬉しいです。私の回でまさかね。なんでパイの時に来なかったんだよっていうね。あ確かにパイパイなのにいやでも嬉しい。すごく嬉しい、ね、だって初麻雀パイ触り心地どうですか。ちょっとスベスベしてるスベスベスムーススムースよかったよかった。スムースですよ。なんかミルキー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 アメちゃうアメちゃうめっちゃそうミルキーですよ、ね、確かに全部がねミルキーに見えてきますよね。美味しそうだもんね。食べたい。ということでまあね今回はこのね実際の麻雀牌を使って何をしていくかというとですねアニメ第2話に出てきたこちらツバメ返しに挑戦をやっていきたいと思いますよ。おいおいおいどういうことだよ。悪いラジオだよね。どういうことだよ。もうね全然もう勉強中と初心者がいるというのに牌を用意してイカ様をしようっていうのかいきなりイカ様を学ぶっていうねえいいね。やりたいやりたい。まあ、アニメでねナシコがやろうとして失敗したイカ様技でございます。はい、はい、いまあこれがねもうほんと大技なのよ。あの手牌と山を気づかないうちに総入れ替えするというまあすり替えの技なんですけども。はいね。なんかさ参考でささっきちょうど打ち合わせの時にさツバメ返しの動画を見たんだけどさなんかスムーズすぎて参考にならないっていう、ね、全然わかんなかった。わかんないよね。何やってんのかもわかんないんだもん本当にね。本当でもね、うん、今ね今の状況下を説明しますと、うん、今このブース極寒なんです、うん、もう手がね震えてるわけですよ。そう、ね、この中でツバメ返しができるかっていうね。いやそうなんだよ。できるのか。私はあのちょっと間違えてスタジオに冷房が入っちゃったみたいで。これついてはいる。ついてはいる。ついています。だからさっき変えたんで。そうだね。だんだん温まってくるはずです。ね私なんかもう今コート着ながら麻雀牌触ってますから。どういう状況みたいな感じですよ。そうですよ。ね、こんな感じでね今ツバメ返しをしようとしております。ね、はい。はい。ね。まあでもこれはですね、まあまあどういう風にやっていくかというと、はい、まあ、今回私たち2人の手元にそれぞれ手牌と山が用意されていますと、はい、これを瞬時に自分の手牌と山に仕込んだすぐに上がれる手牌と交換したいと思います。ふむふむ。はい、これはね、まあ、しかもラジオというところもあって、はい、このマイクくんがしっかりと音が出ないかってところも見てるので、はい、音が出たらバレますよすぐね。はい、もうちゃんと音が出たらあのなんて言うんだろう、うんうん、すぐ音が出ますので、なんかちょっと同じこと言ってる二度そうだな二度繰り返し言いますけれども、お音が出るんですよこれは。そうですよ、はい、音が出るんですよ。すぐ拾いますの で, そうです。ちょっとしたことで音が出るので、ね、バレますバレますそうだそうだ、それをバレないでいけるかっていう ね,、はい、ね。だから今からね2人で会話しながらいかに自然にツバメ返しができるかやってみたいと思いますよ。はいね。
まあでも我々ポンの道キャストですから、うん、まあできますよね。おおハードル上げますね。まあ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 、まあ、ということでじゃあまずはやりましょうか。やっていきましょう。やりましょう。じゃあまずは私から挑戦したいと思います。はい、はい、じゃあここからはなんかじゃあ何気ない話しますか。そうですね。なんか難しいんだけどこれ、この何気ない話っていうのがいっちゃ難しいですよ ね。ちょっとさそれ入る前にちょっと一回シミュレーションしていい？ちょっと OK です。ガチでむずいんだからね。言っとくけど本当にそうよ。いや多分ねこれを聞いてくださってる方はねお分かりだと思うんですけど、見たことあると思うんですけど、そもそもこれをさこれってあげるっていうのがさ、ね、そうなんですよ。はいよね。こうなんていうの、あ列で上がる。あ本当だ、上がった。怖い。テンション。あ怖い。同じテンションで恐怖を感じてる。同じテンションで。ちょっとね。ちょっと手前にやろうかな。ちょっと。手前に。ね。よし。ましてよ。じゃあ準備ができたら、はい。お話し始めましょうか。よーし。じゃあこれでやっていきたいと思います。よし。じゃあそんな感じでスタートしていきましょう。はい。はい。ちなみにお正月なんだけど。はい。しおんちゃんはお正月はゆっくりできましたか？お正月はめちゃめちゃゆっくりしました。マジ？よかった。仕事納めがなんか妙に早くて、うんうん、あーそうだったんだ。いつ仕事納めだったの？クリスマス。あ結構早い段階だったんだね。クリスマスにね終わっちゃったんで、もう暇あークリスマスに暇になってたんだ。そっかそっか。あそうですね。そっからまあちょっとなんかゴロゴロしてましたね。ゴロゴロしてたんだね。かおりちゃんは？私は、うん、なんでそんな苦しそうなの？私はおいえ、なにどれ段々になっとるやけつばめ返し見ちゃったよ。ちょっとね、あの行かなかった、あのハードルを超えられなかったかも。2段のもう一回やってみよう。ここまで行ったからさ、次の山を越えたよね。ちょっと やろうやって。もうそこまでやろう。そうぜひぜひ。ねありがとうありがとう。そうで私はあのね割とね、うん、今年はなんかようやくカウントダウン系のお仕事がなくて、その年末年始3年ぶりぐらいにようやくゆっくりした感じかな。そうか。そう、カウントダウンあると本当に大晦日から元旦にかけて、そうなんか、ね、そうなんかライブとかなんかそういう年越し系イベントとかをねずっとやってたんですよ。で、もうこれはダメだよ。これはもうダメだよ。もうこれはダメですね。見破ったり。いやむずいよ。もうちょっと三段の時点でね、もうこれ見破ったりって言おうかなってちょっと思ったんだけれども、載せてたもんね。ちょっと見たかった。そう見たくなっちゃって。なんかもう本当赤ちゃんのようなよちよちだったもんね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。もうこれよいしょ。目の前にいるからね、あのやってるのは見えるのよ。だからなんか音にしようと思って下向いてたんだけど、パッて前見たらどんどんどん3段になっててこれはちょっとと思って。わかりやすすぎる。めっちゃ面白かったね。もうここまでもうほんと難かった。超えられなかった。超えられないよね。超えられなかった。頑張ります。すごい。ちょっと頑張って、はい、しおんちゃんも。じゃあ今度は私がちょっと挑戦するんですけど、ちょっと待ってね。私も挑戦したい。ね、ちょっと自分の中でのね、なんかベスポジを見つけてください。そうやっとね、部屋が今あったかくなってきてね。あ、よかったね、ほんとに。なんとか手が触れないでいきたい。そうだよ。すごい嬉しい。ね、なんか、いやでもほんと難しいですね。難しいですね。これはあれなの？あの諏訪さんに聞きたいけど、これあの麻雀がやっぱこういろいろ経験者の方でもツバメ返しってやっぱやるの？まあ、そもそもイカ様だからやんないよ。それはそう。めっちゃ大正論。それはそう。大正論すぎる。そらそうだ。イカ様だもん。それ本当に私たち何やってんだろうね。それはそうだよ。麻雀しないでイカ様やるっていうね。この回では。いやでもいつかちょっとね仕込んでみたいよね。ちょっとね、かっこいいもんだってね。ね、かっこいいと思っちゃうからみんなやるんだよ。そうなんだ。でもちょっとしおちゃん ねいけんじゃない？よし、やります。じゃあ私の挑戦、はい、始めます。はい、はい、ちなみになんて呼ばれたいですか？え、今ここに来て私は、え、今、え、私たち一緒にアニメのレギュラー撮ってたよね。そう
そう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 、毎週会ってたんだけど。え、どういうこと？だってだ、そもそもタメ口になったのもちょっと最近。あ、そうだね。なんか、なんかずっとね、さまよってるの、なんかなんて呼ぼうかなみたいな。そうか、もう全然もうカオリンとか。で、私もなんかしおんちゃんはカオリンって呼んでくれてると思っていたよ。ごめん、あ、じゃあ目つぶつぶとか。 ありがとうございます。ぜひ目をつぶって、あ、目をつぶっていてくださいね。なんか聞こえんな。うん、聞こえない聞こえない。あのね、そう、え、でもね、うん、そう、うん、この前のさ、尾道映画祭の時もさ、うん、か前田さんって言っちゃって一瞬。おー、そっ か、 なんか前田さんってすごい他人行儀だなと思って面白くなっちゃって。でもさ、私難しいなって思うのがさ、うん、しおんちゃんはさ、なんていうの、そのなんか年齢的にはさ、こうなんか同じくらいだ、あーと、あー、うん、そうだね、うん、だと思うんだけど、そう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 、もうしおんちゃんほらね、あのすごく、あのなんていうんだろう、声優歴もそうだけども、いや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 、先輩ではあるから、やめて、そうそうそう、先輩ですから、ダメだよそんなこと言わないで、やめて、やめて、そんな、いや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 、なんか私もさ、どうしようかなって。でも仲良くなりたいし、なんかタメ口がいいなと思って、お互いなんかね、最近ちゃんと呼び出してるところがあるんだけど、ちょっと待って、おいおい、なんか3段になってんぞ、おいおい、3段になってんぞ待って、すごい頭バグっちゃって、こっからどうするか分からなくなっちゃった。おい、あれあれ、私と待って、助けて、かおりちゃん、あ、かおりちゃん助けて、これどうするの。あ、かおりちゃんで、でそれをじゃあゆっくり、次はあの外側に、その上の上を、うん、上をあのこう下ろすんだ。なるほど、レバーのようにやる。そうで、ちょっと待って、そうそう、頑張って頑張って頑張る、よい、あ、でも、あ、この3番目が反逆、ね、反逆する、反逆するむずいよ、反逆しないで。2段連続で持たない。あ、ここ2段連続で、連続で持つんだね。これじゃあなんかやってみてわかるけど、やっぱこうなんだろう、牌を並べる上手さとかも必要っすね。いや本当ですよね。上のすごいな、カステラみたいな。おー、いったんじゃない？はい、アウトめっちゃおもろいよな。で、こうやって今一応ね、やったはやったから、で、あっ、あ、惜しい、なんで。あのよくなしこがね、一番最初にねやってたやつです。灰を触った時にブシャってなるやつ。いやいや、あるあるある、ありますあります。はい、もしあのちゃんとできてたら大三元だったよっていう、うん、とこですね。いや素晴らしい。え、それでなんて呼んでいいの、なんて呼んでいいの。あ、まだまだちゃんと、よかった、嬉しい。なんて呼んでいいの。え、全然もうカオリンとか呼んでよ。じゃあカオリンにする。カオリンって呼んでよ。カオリン、やったやった、よっしゃという、はい、よかった、ありがとうございました。ねえ、でも私はなんか改めてしおんちゃんで、なんかしおんちゃんが定着しちゃってんだよな。嬉しい嬉しい。大体でもやっぱしおんちゃんって呼んでいただくし、なんか、うん、こうね、下の名前で呼んでいただけるのが嬉しいっす。なんか一緒にポンの道の収録の後にさ、うん、なんかしおしおって呼ぼうかなみたいなことを話してたんですよ、ずっとね。あー、そうだった。そうそう、なんだけど、あの全然定着しなくて。そう、やっぱ定着しないものは定着しないんだよね。なんかしおしおって呼ぶねって言ったけど、ずっとしおんちゃんって呼んでるそんなもんだよ。そう、なんかね、なんかね、しおしおよりね、なんかね、しおんちゃんはしおんちゃんの方が呼びやすいんだよね。嬉しい。はい、そんなお話でございましてね。まあまあまあ、結果的にまあ2人とも残念ながらでしたが、でもまあ、燕返しにね、挑戦できて嬉しかったでございます。楽しかったです。はい、ありがとうございますね。またなんかね、なんか4人揃ったりとかねした時にも、なんかまたやってみたいですね。みんなでやりたいですねやってみましょうみたいなね。はい、はい、ということで、ラジオで非常に伝わりづらかったと思うんですが、燕返しに挑戦してみました。前田香織のポンの道への道。ここでポンの道からのお知らせです。テレビアニメポンの道は MBS、TBS、BS、TBS、アニメイズム枠 RCC、ATX にて放送中です。さらに D アニメストア、Unext、アニメ放題をはじめ、各種配信サイトでも配信中です。はい、続いて主題歌情報です。オープニングテーマ、中田かなフィーチャリングポンの道オールスターズが歌うポンポポポンが1月24日に発売されます。そしてエンディングテーマ、はるかさんが歌うグッドラックウォーカーは2月28日に発売されます。
はい、続きましてテレビアニメポンの道ブルーレイの発売が決定しました。うわ、全2巻の発売で第1巻は4月24日発売でございます。ケースにはキャラクター原案春馬ネギ先生書き下ろしイラストを使用、インナーはキャラクターデザイン太田健二さん書き下ろしイラスト、さらに特製ブックレットやポストカードもついています。はい、またメーカー早期特典としてチョンボのアクリルキーホルダーもございますよ、うん、こちらはなくなり次第終了いたします。そして続く第2巻は5月29日発売です。ぜひブルーレイでもポンの道理解して楽しんでください。はい、よろしくお願いします。続いてイベント情報です。5月5日日曜日にテレビアニメポンの道ブルーレイ発売記念イベントが開催されます。こちらには私前田香織と、川東パイ役の佐伯よりちゃんが出演します。イベントの応募方法などの詳細はポンの道公式サイトをご覧ください。続いて仲良しやコミックデイズではポンの道コミカライズ版の連載をしております、うん、コミックデイズでは第1話が無料で読めますので、ぜひ漫画の感想も送ってください。はい、ぜひぜひたくさんねよろしくお願いします。以上ポンの道からのお知らせでした。前田香織のポンの道への道。お届けしてきた前田香織のポンの道への道、そろそろ終局のお時間になってしまいました。おー早いねえ、あっという間でございます。今回はね、徳富泉役のしおんちゃんをゲストに迎えてお届けしましたけど、本当にありがとうございました、はい、いやこちらこそありがとうございました。もう喋りたがりなんてずっと喋ってたんですけれども、嬉しい。もうツバメ返しもね、ねえ一応経験できたんで、うん、めっちゃ楽しかったです本当に、ね、いやね、そうだよ、だって初ね麻雀牌を触ってそう、このどうですかもうね、ミルキーのようなトゥルトゥルのあれとか、ほんとミルキージャラ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 ミルキー、なんかさ、ハイ、うん、キャラメルとか出したら売れそう。あ、いいじゃんねえ、え、ハイキャラメルよくない？いや、めっちゃいいと思うんだけど、どうかな。え、いいと思う、ね、なんかハイキャラメルってなんか語呂感もいいし、うん、え、いいじゃん、いいじゃん、ね、美味しそうだしね、灰自体が、ね、そもそもそれこそさ、あのポンの道のね、あの最終回の後にあのいただいたんだけど、あのマージャンパイのなんかアイシャドウパレットみたいな、あ、いただいて、そうなの、そうなの、そうなの、なんかね、可愛いんですよ、あの単色で一個一個なんか本当にちょっと大きめのなんかちっちゃいやつで、なんかマージャンパイのなんかパーソーとかなんか模様があって、うんうんうん、そこにね、なんかピンク色のシャドウとか入ってて、メイク用品でもね、最近あるんだよね。いや、そうそう、なんかね、可愛いよ、ね、今なんかトレンドな感じもして、うん、はい、これがこれからもっとあの広がっていけばいいなって思ってます、はい、ね、いっぱいなんか仲良しでもね、付録も発売されたりしてるし、これからもね、はい、ポンの道たくさん盛り上げていきましょう。はい、お便りもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、さてこの番組ですが毎週金曜日に配信となります。次回は対局ゲストを迎えて麻雀を打っていきたいと思いますよ、お楽しみに。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージを送っていただいた方の中から毎回抽選で1名様にポンの道に登場する麻雀の精霊チョンボのぬいぐるみをプレゼントしています。そして温泉プレミアムサポーターに向けた限定配信、前田香織のポンの道への道一人感想戦もありますので、プレミアムサポーターの方はぜひお聞きください。はい、ということで、もうね、あっという間ですが、はい、お別れのお時間ということで、しおんちゃんまたぜひ来てね。ぜひ、はい、呼んでください。ぜひお願いします。来てください。ありがとうございます。はい、ということで、ここまでのお相手はポンの道実編者なしこ役の前田香織と徳富泉役の若山しおんでした。バイバイ。